定刻になりましたので、これから富田選手の記者会見を始めさせていただきます。皆さん方には事前にこちらの方から作成した弁明書と資料15までついた資料をお上げしていると思いますが、ちょっと確認していただきたいんですが、まず資料1は真実書、資料2は写真撮影報告書、これはいずれもカラーコピーで当日の対面状況を伝えております。富田選手にいろいろとご質問をしていただき、富田選手の方から語っていただきたいと思います。富田選手にいろいろとご質問をしていただき、富田選手の方から語っていただきたいと思います。TBS テレビの一服の国大学です。富田選手自身の口から聞きたいのですが、はっきりと我々の前で宣言していただけますか。カメラを盗んだのでしょうか、盗んでないのでしょうか。僕はカメラは盗んでいません。それははっきりと誓いますか。はい。怪しい人物が左手首を掴んで自分のカバンに何かを入れようとした、この人物に対してはどんな感情を抱きましたか。その時ですか。今ですか。その時です。その時はもう怪しいというか、そのままでそのカバンの中に僕はレース用の帽子とレース用のゴーグル入ってたので、それを取り返すことが先決でした。怪しいと思ったとしたら、その自分のカバンの中に入れられたものに対しても怪しいとは思わなかったでしょうか。その時はその人に危害を加えられたり争うことが嫌だったので、僕はその場からすぐにバッグを取り返して伝えました。お
この取り返したバッグの中に入っているもの、非常に重いものだと思います。怪しいと思うんですが、どうしてすぐに確かめようとしなかったんでしょうか。僕はそれを渡された時に何か言われたんですが、その時に何を言っていたのかちょっとわからなかったんですけど、僕はその時それをゴミだと勘違いしてしまいました。カバンの中には自分の商売道具、水着やゴーグルが入っているわけですよね。中に入れられたのは危険物かもしれません。何か影響が及ぼすかもしれません。当然中を確認しようと思いませんか。アジア大会に限らず、そういう国際大会ではそのバッジとかそういうのを渡されたりすることは選手の間ではすごいあるので、僕はそういうのだと思って勘違いしてしまいました。人物が左手首を掴んで自分のカバンに何かを入れようとした、この人物に対してはどんな感情を抱きましたか。その時、今ですか。その時です。その時はもう怪しいというか、そのままでそのカバンの中に僕はレース用の帽子とレース用のゴーグル入っていたので、それを取り返すことが先決でした。でその時はその人に危害を加えられたり争うことが嫌だったので、僕はその場からすぐにバッグを取り返して伝えました。その取り返したバッグの中に入っているもの、非常に重いものだと思います。怪しいと思うんですが、どうしてすぐに確かめようとしなかったんでしょうか。僕はそれを持ち去った時に何か言われたんですが、その時に何を言っていたのかちょっとわからなかったんですけど、僕はその時それをゴミだと勘違いしてしまいました。その場で開けて周りの者に見せるなり何かしらを行えば随分と状況は変わってきていたのではないかと思うんですが、なぜそのようなことをしなかったんでしょうか。僕はそれを渡された後にすぐにゴミ箱に入れようとしたのですが、バスに乗り込むまでにゴミ箱はなかったので持ち帰ってしまいました。代理人の弁護士にもお伺いしたいんですけれども、その怪しい人物というのは富田選手しか目撃していないのでしょうか。例えば防犯カメラであったり他の係員であったり何か目撃情報はないのでしょうか。今のところ富田選手の供述以外にありません。第三者が見たとか防犯カメラに映っていたという確認はできません。この会見で富田選手、本当に冤罪であるという自分の濡れ衣身の潔白を晴らせると思っていらっしゃいますか。会見だけでは、すべての人に信じてもらうことができないと思っています。はい、どうぞ。この点も問題あるなと思います。それからですね、先ほどお示しした合意書にはですね、被害者は自ら刑事的、民事的処罰を存じないのに、その合意書は警察に届けずに同意してですね、落死起訴されたとか、先ほど言った私は検察官やっていましたが、私の経験によれば、こういった日本ならば起訴猶予というのが普通だろうというふうに思うんですけども。それから、今回、私どもが記者会見をすることについて、水田等は大変困惑をしているというような報道も一部あったんで私聞いているんですが、何も日本へ来て初めて私がやっていないと言ったんじゃなくて、彼は帰国する前から水田や JOC の方あるいはデサンの関係者には自分はやっていないんだと述べているわけなんで、当然この記者会見は水田だって予測されていたはずなので、なぜ困惑するというふうに言われているのか、それも私には不自然だと思います。いずれにしても、ただ、後でまた質問あるかと思いませんが、どうしてじゃあ、それだったら、ついでに不服申し立て、2週間以内の不服申し立てをしなかったということなんですが、この点については私も、富田選手に、不服申し立てをしたらどうかと、私のそこへ来られたのは10月11日だったものですから、どうだと言ったんですが、ついでなど関係者に迷惑をかけたことは事実としてですね、処分を受けられるという気持ちだと。その時には、富田選手には、ひょっとしたら、水泳の処分がもう少し軽くなるんじゃないか、軽くなって、日本のオリンピックにも行ける機会が与えられるんじゃないかという思いもあったんですね。
犯罪の性質については、それと同時にまたいくら報告をしたとしても、犯罪については韓国側の報道を前提にして判断する以上は清廉の、まあ、判断を防がられると思って、とにかく犯罪の性質は絶対に冤罪だけは晴らしたい、その気持ちが強くなって、まあ、今回、こういう場面で堂々と彼は話をしてですね、日本の皆さんに、まあ、理解していただきたいという思いで今日思ったんです。それで、まあ、最後にまとめたんですが、結論的には杉田選手は、窃盗事案を行っていると今回は冤罪だということで、まあ、心ならずも、まあ、認めてしまったんですが、まあ、韓国の捜査当局については本件について再捜査することを強く、まあ、要望する、まあ、私どもの言うだけで韓国の捜査当局がどう思うか分かりませんが、今はその気持ちだということです。それで若干法律的なことを申しますと、韓国の刑事訴訟法の手続きでは略式裁判の裁判書きが富田君のところに届いてから7日以内に正式裁判の申し立てをすれば犯罪事実の性質を争うことはできます。日本の場合は告知を受けてから2週間以内に政治裁判を申し立てればいいんですが、韓国の場合は、7日ということだと思います。ただし今彼は日本にいます。韓国の弁護士に聞いたところ、韓国の裁判所から日本の彼のところに判決書が届くのは 2,3 ヶ月後だというんですね。どうも名古屋にある領事館を通して判決書きが彼のところに届くようです。韓国語で書かれているのか日本語で書かれているのかどうかちょっと分かりませんけれども、ですから皆様で最新ということもお聞きになっていますけれども、法的に争うとすればまず最初に、正式裁判の手段があるということだけをちょっと付け加えたいと思います。まあちょっと長々とお話ししましたけれども、これからは皆さんの記者の皆さんから今私が述べたことを前提にして富田選手にいろいろとご質問をしていただき、富田選手の方から語っていただきたいと思います。ありますか？ありますか？TBS テレビの一服の奥平と申します。富田選手自身の口から聞きたいのですが、はっきりと我々の前で宣言していただけますか？カメラを盗んだのでしょうか、盗んでないのでしょうか？僕はカメラは盗んでいません。それははっきりと誓いますか？はい。怪しい人物が左手首を掴んで自分のカバンに何かを入れようとした、この人物に対してはどんな感情を抱きましたか？その時ですか？今ですか？その時です。その時はもう怪しいというか、そのままでそのカバンの中に僕はレース用の帽子とレース用のゴーグル入っていたので、それを取り返すことが先決でした。怪しいと思ったとしたら、その自分のカバンの中に入れられたものに対しても怪しいとは思わなかったのでしょうか？その時はその人に危害を加えられたり争うことが嫌だったので、僕はその場からすぐにバッグを取り返して立ち去りました。その取り返したバッグの中に入っているもの、非常に重いものだと思います。怪しいと思うんですが、どうしてすぐに確かめようとしなかったのでしょうか？僕はそれを持ち去られた時に何か言われたんですが、その時に何を言っていたのかちょっと分からなかったんですけど、僕はその時それをゴミだと勘違いしてしまいました。カバンの中には自分の商売道具、水着やゴーグルが入っているわけですよね。中に入れられたのは危険物かもしれません。何か影響が及ぼすかもしれません。当然中を確認しようと思いませんか？アジア大会に限らず、そういう国際大会ではそのバッジとか
そういうのを渡されたりすることは、あの選手の間ではすごいあるので、僕はそういうのだと思って勘違いしてしまいました。その場で開けて、周りの者に見せるなり、何かしら行えば、随分と状況は変わってきていたのではないかと思うのですが、なぜそのようなことをしなかったんでしょうか。僕はその渡された後に、すぐにゴミ箱に入れようとしたのですが、バスに乗り込むまでにゴミ箱がなかったので、持ち帰ってしまいました。代理人の弁護士にもお伺いしたいんですけれども、その怪しい人物というのは、富田選手しか目撃していないのでしょうか。例えば防犯カメラであったり、他の係員であったり、何か目撃情報はないのでしょうか。今のところ、富田選手の供述以外にありません。第三者が見たとか、防犯カメラに映っていたという確認は取っています。この会見で富田選手、本当に冤罪であるという自分の濡れ衣、身の潔白を晴らせると思っていらっしゃいますか。会見だけでは、すべての人に信じてもらうことはできないと思っています。はい、どうぞ。こんにちは、日本テレビスッキリの岡部と申します。富田さんが警察から見せられた防犯カメラの映像には第三者は映っていなかったんでしょうか。その映像を見せられたときに机越しで僕、通訳、JOC の方に机を挟んでスマートフォンで見せられたという感じなので、すごい小さかったですし、画面がすごい遠かったので、はっきりとはその人が映ってるかもわかんないですし、僕が撮っているとされている映像も見ることができなかったです。いわゆる記者席に座っている防犯カメラの映像がありました。ここは富田選手も見てるわけですね。でその映像が鮮明ではなかったというふうにおっしゃってるわけですか。はい。で先ほど弁護士の先生から話ですと、右半身しか映っていなかったというのはどの状況の防犯カメラの映像なんでしょうか。それがそのプールを映っている映像です。記者席に座って、はい、その第三者がいるであろう、映っているであろう広角からのカメラの映像ということですか。はい。そうしましたら、いずれにせよこの防犯カメラの映像には富田さんが言う第三者が映っているというふうに主張されるわけでしょうか。その映像だけ画像が荒かったですし、画面の左下に僕が映っている、画面の左の方に僕が映っている状況なんですけど、僕の体も切れてるぐらいギリギリにしか映ってないので、まあちょっと見てみないと分かんないんですけど、難しいかなとは思います。少し確認なんですが、まあ、例えばこちらの方からカメラ撮られてますよね。はい。で富田さんがその見た映像っていうのは、いわゆる画面の端っこにいて体全部映っていなかったということでしょうか。はい。そうしましたら、例えば第三者がいるであろう部分は切れていたというような。それは、はい、切れていたと思います。ということですか。はい。どのあたりに座っていたか、そこからは映像で分かりましたか。警察でいうと、その段の上にですね、椅子が並べられていたと。で警察の話では、右から3つ目の椅子の前にカメラが置いてあったという判断なんですが、大体富田さんはどのあたりに座っていたんでしょうか。椅子というのはどういうことを教えてもらっていいですか。記者席、1つ高い段になってますね。富田さんはその段に座っていたと思います。でその段の上にですね、壁に沿うような形でずらっと記者が座れる椅子が並べられていたと。で右端から3番目にカメラが1台置いてあったと警察は言っています。そのあたりに富田さんは座っていらっしゃったんでしょうか。僕はその椅子があったのをちょっと覚えてないですし、そこにカメラが置いてあったのも覚えてないです。他のカメラの映像は鮮明だったと先ほどおっしゃっていました。その富田さんが記者席に座っている時の映像だけが鮮明ではない。同じメーカーの同じ、解像度のカメラだというふうに聞いています。その部分だけ映像が、荒いのはちょっと不自然だと思うんですが、富田さんいかがでしょうか。
ちょっとよろしいですか、はい、ちょっとよろしいですか、富田選手としてはね、見た事実をそのまま話しているんで、はい、今のご質問に対してどう答えるか、あの富田選手はカメラで知識ありませんので、わかりました、ただその辺はなかなか答えにくいだろうと思います。じゃあ実関係で言いますと、富田選手が見たその一つのカメラの映像だけは怖さ方が荒かったということが事実で、はい、全身を続けなかったということが事実なんですね。わかりました。付き添いで JOC の法務役員の方がずっといらっしゃったといいます。でその方にはですね、警察も防犯カメラの映像を見せたといいます。その JOC の法務役員の方にもしっかりとしたことを喋っていただきたいというふうにお考えでしょうか。はい、僕がさっき言った通り、僕通訳 JOC の方で一緒に見ていたので、はい、あの防犯カメラの映像は一緒に見ました。ただ僕が撮ったシーンっていうのは見ていないと思います。僕はその JOC の本部役員の方も、まあ、警察が言うことに対して疑問を持っているかもしれないっていうことでしょうかね。すいません、もう一回言ってもらいます。あの富田選手と同じ、まあ、映像を見てるわけですよね。そうするとその瞬間を、まあ、警察は見せたと言いますが、その JOC の本部役員の方も見ていない可能性がありますね、はい、富田さんと一緒の映像であれば。であれば、まあ、警察が見せた映像に対してその方も疑問を感じていらっしゃるというふうに考えていいでしょうか。はい、最後にもう一点ごめんなさい。もうこの際富田さんどうでしょう、警察にですね、今回の、まあ、もし映像が鮮明に映っているのであれば、その映像を公開していただきたいというふうにお考えでしょうか。はい、僕がインチョン警察が言ってた時間帯っていうのは、アリバイの方がありますので見せてもらいたいです。ごめんなさい、ついでに言いますと、警察の方ではですね、また確かに当初報道では10時48分という報道がありました。協力者の実際に確認したら、犯行が行われたとされる時間は11時48分ということで、まあ、富田選手がやはり練習を終えてその会場から出ていく時間帯と符合するんですよね。ですから警察が言う11時48分が、まあ、その通りであれば、まあ、状況的に言いますと富田選手はまあ練習を終えて、まあ、自由に行動できるという状況になりますが、いかがでしょう。僕が聞いているのは10時48分という報道しか聞いていません。わかりました、以上です。すいません。はい、じゃあ、はい、僕がさっき言った通り、僕通訳 JOC の方で一緒に見ていたので、はい、あの防犯カメラの映像は一緒に見ました。ただ僕が撮ったシーンっていうのは見ていないと思います。僕はその JOC の本部役員の方も、まあ、警察が言うことに対して疑問を持っているかもしれないっていうことでしょうかね。すいません、もう一回言ってもらいますか。あの富田選手と同じ、まあ、映像を見ているわけですよね。そうするとその瞬間を、まあ、警察は見せたと言いますが、その JOC の本部役員の方も見ていない可能性がありますね、はい、富田さんと一緒の映像であれば。であれば、まあ、警察が見せた映像に対してその方も疑問を感じていらっしゃるというふうに考えていいでしょうか。はい、最後にもう一点ごめんなさい。もうこの際富田さんどうでしょう、警察にですね、今回の、まあ、もし映像が鮮明に映っているのであれば、その映像を公開していただきたいというふうにお考えでしょうか。はい、僕がインチョン警察が言ってた時間帯っていうのは、アリバイの方がありますので見せてもらいたいです。ごめんなさい、ついでに言いますと、警察の方ではですね、また確かに当初報道では10時48分ということがありました。協力者の実際に確認したら、犯行が行われたとされる時間は11時48分ということで、まあ、富田選手がやはり練習を終えてその会場から出ていく時間帯と符合するんですよね。ですから警察が言う11時48分が、まあ、その通りであれば、まあ、状況的に言いますと富田選手はまあ練習を終えて、まあ、自由に行動できるという状況になりますが、いかがでしょう。僕が聞いているのは10時48分という報道しか聞いていません。わかりました、以上です。すいません。はい、フジテレビ徳田根森本です。よろしくお願いいたします。まずですね、カメラを盗む盗まないではなくてですね、その知らないその A という不審な男に左手を掴まれたわけですよね。で、
得体も知れない黒い物体をバッグに勝手に入れられた。大会期間中に自分の体を強く押さえつけられていると、そういう状況で身に危険を感じたわけですよね。でその時点で例えば周りにいる関係者であったり警備の方、誰かにそのことを伝えようとはなぜ思いませんでしたか？何か怪我をしたら次の日泳げなくなりますよね。そういった何か不審人物が、うろうろしているということであれば、何か警備の方であったり周辺の方にそれを言わなくてはという気持ちにはならなかったでしょうか？手首を強く掴まれただけなので、怪我とかしたわけじゃないので特にそういう考えを思い浮かばなくて、あと韓国にまだいる間に、水田ですとか、それから青木団長などにも僕はやっていないというふうに伝えたときに先ほどの話がありましたが、ただそれを受けてでもその後、選手団の追放もあり、それから帰ってきてから、選手登録の停止もありました。そういった JOC 水田含め、今どんなふうに思っていらっしゃいますか？もし本当にやっていないということを信じてくれたのであれば、処分が違ってくると思うんですけれども、今の処分内容を見てどんなふうな感情を持っていらっしゃいますか？僕が韓国の警察署で認めたのは事実ですし、それに続いて日本の選手団が通報となったので、仕方なかったと思います。それとですね、帰国後、羽田空港で、ご迷惑をおかけしましたという謝罪がありました。でその時に釈明をしようと思ったんだけれども、デサントの方から釈明はちゃんと後にした方がいいというふうにアドバイスがあったというふうに話ですけれども、そこから1ヶ月以上今経っています。すでにここまで時間がかかった理由、どのタイミングでも僕はやっていないということを言うことは可能だったと思うんですけれども、なぜここまで時間がかかってしまったのか、そのあたりお答えいただけますか？まず釈明したかったのは羽田だけではなくて近辺の空港でも僕はやってないというのを広く言いたいというのは伝えました。それは何か誰かに圧力をかけられて言えなかった状態だったのか、自分の口から何か言えない理由があったんでしょうか？いや、僕の口から言えない理由はなかったですけど、その前に僕はデザートの社員ですし、社員でしたし、会社の指示に従ってアドバイスを受け、僕も納得して後日会見を開こうということになりました。今日はこれやっと本当のことを言えるという気持ちで今いらっしゃるんでしょうか？はい、そうです。その点だけ言います。一つは処分が決まる前に記者会見をやることというのはいかにもそのシーレンとこう対立するような状況もあったものですから、シーレンの迷惑かけたことは事実だということで、あまりそのシーレンに迷惑かけるようなことで記者会見をしてですね、シーレンの判断を回すことはしたくないという気持ちがあったんです。ただ私が取ったことがあったのは10月の11日、ここからやっぱり事実関係をですね、彼から聞き出す、ぼつぼつと記憶を覚えて聞き出すのは、やっぱりそれなりに時間がかかるんです。そして電柱もありましたから、時間がかかって、それからいろんな資料も等も揃えなきゃいけないということになって、しかし、ティーレンの職員よりは、なるべく遅くない時期に記者会見やりたいという気持ちもあって、それで、今の今日の記事になったということで、彼自身の精神状態もありましたから、そういうことを考え、しっかり対象を考慮しながら聞くと、11月、今日というのはですね、僕はそんなに遅くないと、私はそんなに遅くないと思っています。適切な時間じゃないかなと。すみません、最後にもう一つなんですが、富田選手自身が、カメラを盗んでいないということを、一番信じている方、周りでどうなったでしょうか。家族であり関係者なりたくさんいると思いますが、やっていないということを一番信じてくれる方、どうなったでしょうか。それは韓国のビルスですか、それとも今ですか。今です。一番は両親ですし、
家族であると思います。ありがとうございます。はい、じゃあ隣の方、はい、じゃあ隣の方、はい、読売テレビミヤネ屋の藤村です。よろしくお願いします。誰かわからない人に物を入れられて手をつかまれた、上の方の報告はしなかったけれどもという今お話だったんですけれども、例えばその後バスに乗って選手村に帰る中で他の仲間にもたくさん会うわけですよね。さっき俺変なやつに会ったよと、なんか入れられたよと、誰にも言ってないんですか？バスが定期的に来るんですけど、アジア大会の時はすごい不定期だったので、その僕が入れられた後すぐにチームメイトから一緒に帰りましょうって言われて、そのバスに間に合うように行ったので、そしてバスの中ではすごい空いていて、日本のチームメイトも少なかったですし、僕は一人で座っていたので言うことはなかったです。富田選手の中ではもう忘れてたんですか、それともずっと心の中には何か変なのにあったと、入れられたというのはずっとあったんですか？忘れてはないですけど、その深くは考えてなかったです。で、宿舎に帰っても全く言うことはなかったわけですね。宿舎のアイデアの先輩とその後会うことは、僕が次の日レースありましたし、早く寝座って次の日の朝は僕がレースがあったので、僕もその先輩が起きる前にレースの方に向かってしまったので喋ることはなかったです。近日ショーを拝見すると、相部屋の、方と一緒だったので、ゴミをやはりそれをそこに出してしまうと自分の部屋にまとめておくようになっているというふうなくだりがあったんですけれども、これはどういうことですか？ゴミの処分というのはどういうふうにしてたんですか？部屋の中で選手村の部屋の中っていうのはゴミ箱はなくて、僕はいつも例えば3カ所であったり、3カ所の中でもいらない袋であったり、そういうのは全部出てくるときにひとまとめにしてそこに置いていくんですけど、もう次の日がその出てくるやつなので、僕はそこに置いとこうと思って準備をしていました。すぐ捨てたいもんじゃなかったんですか？別に持っといてよかったんですか？僕はもう壊れているものだと思ったので、そんなすぐにそのゴミ箱に入れようという思いはなかったです。そうならば本来普通に自分が普段出しているゴミとカメラは一緒になっているはずですけれども、そのカメラだけはどうしてスーツケースにあったんですか？僕が普段出しているゴミはないです。宿舎ではゴミは出ないんですか？そうです、選手村外に出て何か買い物とかをすることはないので、そんなにゴミは出ないです。さっき弁護士の先生からも帰国前にすでにやってないと関係者に言ってたということなんですけども、これは事実ですか？どういった形でどのタイミングで訴えたんですか？僕はアメリカで練習していたんですけど、そのコーチが一番信頼していて、そのコーチに一番最初に僕はやってないということを言ったところ、会社の上司の方に今すぐに行けと言われて言いに行きました。それはいつですか？合意書を作った後ですか、前ですか？合意書を作った日です。人いうのは合意書をもう書いた後ですか、書く前ですか？書いた後です。どうして書く前に言わなかったんですか？書いたのはこれを見るともう認めたことになってますよね。謝罪したことになってますよね。僕はその文章をはっきり見せられたわけではなかったので、もう何が起きてるかわからない状況です。じゃあぶっちゃけて言うと、韓国の警察にはめられたと思ってますか？いや、その合意書っていうのは別に韓国の警察が作ったわけではないので、それは思ってないです。一連のこの事件に関してはどうですか？その僕のカバンに入れてきた人が妊娠かもわからないので、それはわからないです。何度も違うよって言えるタイミングがあったと思うんですが、なぜ言わなかったんですか？僕はもう選手村、警察署から戻ってきて選手村に着いた瞬間にもう一番信頼している上野教育委員長に言おうと思って、 JOC の方に上野教育委員長を呼んでもらえますかというのを伝えたところ、
枝野先生が不在と言われたので言える時がなかったです。じゃあ最後に一緒に大会に行ってた仲間やそれから日本で応援していたファンもいると思うので言いたいことっていうのがあればおっしゃってください。僕が強い意志を持って警察署でやっていないっていうことを言えばよかったのですが、僕の心が弱くて大変迷惑をおかけしましたので本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。すいません。はい、すいません。どうすみません、テレビ朝日の飯村です。その心境の変化を伺いたいんですけれども、まあ、最初は犯人扱いされているということを気がつかなかった、まあ、その後どうも盗みということで疑われているんだなというふうにお思いになったんですね。でその後最初認めてしまっているんですけれども、その後これはやっぱり否定しなければいけないなと思ったのがいつなのか、でまたその否定しようと思ったきっかけというか心境の変化はどこにあったのか。僕は次の日みんなと同じ飛行機に乗れるからって言われて認めたのにもかかわらず、次の日出国もできずずっと滞在している状況だったので、それでは話が違うぞと思って言おうと思いました。それは、そのままであれば あるいは言わなかったかもしれないということなんです。僕の心が弱いかもしれないですけど、その次の日にみんなと一緒に帰ることができたら言わなかった状況もあり得ると思います。で結局、まあ、略式起訴という形になったんですけれども、まあ、このようにその罪にならずに公にもならずに、ということであれば、まあ、そのままということもあり得たということです。はい、わかりました。ありがとうございます。すみません、東海ラジオ4時からの原因師と申しますが、迷惑をかけまいと思っていろんな行動をしたというのは富田さんのお話から分かりました。その相手である JOC にしてもついでにしてもデサントにしても迷惑をかけたというふうに解釈して追放したりいろんな処分を課したりということが結果としてなったわけですけれども、その JOC や水連やデサントに対する対応に今となって疑問に思うことってありますか。まあ、罰金であったりそれお金を払って払ったというのは僕のことを早く帰国させようと思ってしてくれたことだと思うので特に意見はないです。でも今非常にここに至るまで物が言いにくい状況にあったっていうことである意味言いやすくなったと思うんですけれども、そのあたりについては今だから言いたいなって思う対応ってありますか。まあ、その上野先生を呼んでくださいって言ったとき、あとにホームの方に行ったんですけど、その時もいきなり通報とかじゃなくて、まずは韓国警察より選手を信じて、僕に弁明の場を与えてもらえたら、こんな大きいことなことになってなかったかなと思います。まあ、JOC は無言で引き渡すような形になったわけですよね。そこについては疑問には思わなかったですか。僕が韓国警察の方で認めてしまったのが悪いと思います。今取ったいろんな行動があって現在に至ると思うんですけれども、その中で一番自分の中で後悔してるな、やり直したいなと思うことは何ですか。あの時カメラをその前に出してその人に渡すことができていれば今の状況はなかったと思います。
ありがとうございました。すみません、フジテレビ日刊サンデーの鈴木と申します。先ほど富田選手のお話の中で、僕の心が弱くてという言葉が何度かあったと思います。日本を背負ってやってらっしゃった選手なので、ここは違うぞというところは主張できたんじゃないかなという気持ちも少しあるんですけれども、心が弱くてというどこの部分が一番心配で自分の心が弱くなってしまって韓国警察で認めてしまったのか教えていただけませんでしょうか。僕が一番不安だったのは、韓国に残っていつ帰国できない状況になるのが一番怖かったんですけど、それでも韓国に残って俺はやってないっていうのを言える心がなかった自分が悪かったと思います。何が一番そうさせるのを阻んでいましたか。やっぱり次の日帰国っていうのがあって、これ帰国できないと美容室水泳担当の方にも迷惑かかると思ったので、それが一番僕の中で嫌でした。今実際その帰国ができなくて、こういった状況にその時以上にもしかしたらことが大きくなってしまったかもしれないんですけれども、それを受けてどのように思いますか。また自分が悪いと思います。ありがとうございます。1点だけ弁護人から聞きますけれども、日本でもそういうことはよくあるんですね。例えば痴漢犯罪迷惑防止条例に捕まった場合に、認めればすぐ返してやるよと言ってやってないんだけれども認めてしまう、認めなければお前身柄があるだろうと起訴するぞと言われるとね、ついやってなくても認めて48時間なんて返されるというのがよくあるんです。これは私も警察官もやってらし、弁護士もよく経験していることなんですね。ましては彼の場合、異国の地、しかも韓国も言葉もわからない、不安、突然襲ってきたということで、ね、なぜ警察に言わなかったか、言えなかったかということを、冷静に客観的に第三者に考えれば、そういうことは十分言えるんだけども、党の立場に立たされればですね、彼はパニック状態になっていた。なんといっても日本を代表するとスイマーだけど、なんといってもまだ25歳の青年ですから、そういう場面に置かれたときに彼がどういう不安感でいるか、もっと DOC や水連の方がなぜ彼を援護していなかったのかというところは、弁護人としては非常に残念に思うんですけども、補足です。すみません、TBS テレビ朝ちゃんの高野と申します。まず帰国された時にすでにご迷惑をおかけしてというふうに謝罪されたんですが、そこから今日、まずこういった事態を改めてどのように捉えて、どんなお気持ちで捉えて、今日はどんなことを伝えたいと思ってこの場に来られたんでしょうか。まず空港ではご迷惑というよりもお騒がせというのを謝りました。そして今日この場ではどんなことを伝えたいと思ってこの場に来られたんですか。真実は違うということを主張したくて会見を開きました。真実は違うということだったんですけども、やはり当時の状況を振り返ると、カバンに何かを入れられたすごく不気味な感覚だったと思うんです。ただその不気味な感覚を持ったままバスに乗って、そのことを誰にも言わなかった、言うチャンスがあったのに言わなかったのはやはりちょっと不思議だなとは思うんですが、なぜ言わなかったんでしょう。僕は今それをすごい後悔しています。当時不気味だなという気持ちを一人で抱え込んでしまったんですよね。当時の気持ちというのはどんな気持ちでしたか。僕は前回大会で 200m で優勝しているにもかかわらず、前日に 100m で4位という結果で、次の日に 50m という一番僕の中で苦手な種目でメダルを取らないといけないという状況だったので、ここまで頭が回ってなかったというのは事実です。
いろんな選手が活躍している一方でご自身がそういった事態に陥ってしまったのを当時どのように感じていましたか。それを言ったところで他の選手にいい影響を与えないと思います。やはりやりきれない思いなどあったと思うんですが、どんな心境で、過ごしていたんでしょうか。今日までの、会見までの期間ですか。はい、まあ、外に出るとしたら弁護士事務所行くぐらいだったので、まあ、本来なら今頃練習をしている期間なのでそう過ごせないというのはすごい悲しいです。あの先ほど急性チルス反応というような話もあったんですが、具体的にどのような症状、心身ともにどのような症状が現れて今どんな治療をされているのか。医者の方に薬をもらって帰ってきて、その時は自分では普通かなとは思ったんですけど、今思い返すと空港ですごい取材陣に囲まれたりして通常ではなかったのかなと思います。まあ、あの後悔されているということだったんですけれども、改めてその後悔を今ここで晴らす大事な機会だとは思うんです。一番伝えたいことを改めて教えてください。そうですね、あの真実は違って僕はやってないということを言いたいです。というのはカメラは撮っていないというそうですよね。はい、わかりました、ありがとうございます。東海テレビの福島です。改めて富田選手の力を教えていただきたいんですが、その怪しい男がカバンの中に入れた黒い塊がカメラだと気づいたのはいつどの時点だったでしょうか。選手村で水着を乾かすために僕はカバンを割ったんですけど、その時見た時にカメラが気づきました。今思うとその怪しい男はなぜそのようなことをしたと思いますか。その人が何人かも分からないですし、何語を話すかも分からないので、僕には分からないです。あの日本代表として、いろいろと普段も行動を気をつけていること、いろいろあったかと思いますが、今、具体的に挙げられること、日本代表として気をつけていたこと、行動としてあれば、具体的に教えてください。僕は人のレースを見て応援するのが好きだったので、それはよく言っていました。今後なんですけれども、所属していた会社、不当解雇で訴訟を訴えるというようなことは考えてますでしょうか。ここまで頭が回ってないですけど、もう一つ今後についてですが、オリンピックについてはどのようなお気持ちですか。今のあの3月31日までの選手登録停止だと日本選手権に出れないので難しいかなと思います。先ほどと少し被るかもしれませんけれども、もし時間を戻すことができるとしたら、いつどの時点に戻ってどの行動をやり直したいですか。バッグに入れられたときにその場で返してればいいと思います。ありがとうございます。はい、あの読売新聞の記者さんにとって、あの代理人の方にお伺いしたんですけども、今後あの、まあ、冤罪じゃないというふうに弁明書までは書かれているということで、司法の場で争う意向というのはどうなんでしょうか。十分、あのこれはやっぱり司法の場で
やらないと解決しない問題かもしれません。ですから先ほど言った政治裁判をするかどうか、実は韓国の弁護士に委任状を与えたけれども正式に契約していないんですが、その都の韓国との弁護士とお話しした時に、都の韓国の弁護士は、日本は日本語も韓国語もできる国際派の弁護士で、少なくとも最低着手金は300万から600万だと言ったもんだから、私は思わず300万ウォン、あるいは600万ウォンの間違いじゃないのって言ったら、いやいや、円だと。円で300万から600万だって言われて、しかもタイムチャージ制だと言われてるんですよね。それが着手金だとすれば、そこからさえば取って報酬金はもう1000万以上になるんでね、それは個人のね、負担としてはかなりの金額ですよ。日本だと大体30万から50万が相場ですからね。という中で、今、韓国行って裁判する、費用の問題、それからもう一つは、争った場合にひょっとしたら彼が韓国から出国できないんじゃないかという不安もある。それは産経新聞の糸口局長の名誉損人も争っているということで、すごく手になっているということを考えるとですね、そういう不安もあって、裁判するということは、日本と韓国と何回できる場合もある、あるいは弁護士でできる場合もあるということなので、そういった不安もある。だから、今、もろもろと考えながら、もう少し司法の場で争うかどうかについてはですね、また判決だけも来ていませんから、判決が一応来れば、おそらく犯行の日、場所、対応も書いているんでしょうから、それを見ながら、富田選手自身は、例えば今、お金の話だったりとか、そういう向こうで拘束されるという話もあって、それでもやっぱりお目を晴らしたいというのは、あって、今日この場の会見だと思うんですけども、やはりそういうふうな司法の場で、自らの人に告白したいという、そこまでのこうハードルが高くなっても、そういうふうにしたい意向なんでしょうか。はい、それはあります。であとですね、JOC の追放処分とか、あと支援の処分とか、お弟さんとの解雇っていうのは、全部犯罪事実をもとにした上での判断だと思うんですけども、そのあたり、犯罪事実がないという主張であればですね、そこは法的な処置というか、法的な、訴えというのを今後、方法にしていく。というような意向は、代理人の方のところにはお答えであります。法的な意味での、対応というのをですね、解雇されている、あと追放処分を受けている、2016年までの資格停止を受けているし、その前提としてまず韓国当局の犯罪事実の精神が前提になっていますので、いくら宮殿や JOC に不服申し立てをしてもですね、もうすでにそれは決まったこと、確定したことということを言われると、我々はそれを反証しなきゃいけないとすれば、当局、韓国の司法判断を覆さないといけないということがまず大前提なので、まずそれをやらずして、JOC や水田の処分に対して不服申し立てもなかなか法的には通るのは難しいだと思っています。デサントだとおそらく韓国の司法当局が窃盗をやったと事実をもとにして懲戒処分をやったと言われればですね、じゃあこちらの方でそれはやっていなかったという立証しなきゃいけない、立証的にはこちらにありますから。ですから私ども今記者会見を一つ狙える方には、僕は韓国でも日本でも正義という意味ではね、同じだと思うんです、資本の正義は。この問題は僕はあまり政治問題にはしたくない。しかし、刑事司法の場面ではですね、この会見を韓国にももし、からの声が届いて、もう一回やって、再捜査をしてみようという、検察、韓国の検察のですね、正義を信じたいであるという気持ちがあります。でもそれがもし届かなければ、場合によってはさっき言った政治裁判の申し立てをすることも一つの視野に入れる。まあ、それが前提です。その上で、ひっくり返ったことを前提にして、それを前提にして、という例や会社や事業主には主張したいと思っています。どうでしょうか。
マイク、記者の方々で回していただいていいですか、これ以降。よろしくお願いします。テレビ朝日ワイドスクランブルの寺川と申します。富田先生、ちょっと聞きたいんですけれども、取り調べがあった夜に、平井先生と一緒に夜を過ごされていると思うんですが、その時に平井先生に心の内を吐露するようないうような思いにはならなかったのかというのが気になっているんですが、その辺りいかがですか。平井先生も僕と同じ部屋に泊まったので、平井先生の部屋に僕が泊まったんじゃなくて、選手村空いている部屋に平井先生と泊まったということで、平井先生も荷物をまとめて自分の部屋からまとめてその部屋に移動しないといけなかったので、すごい慌ただしくて一瞬寝たのは事実ですけど、そんなにはしゃべってはいないんです。その間何か話したいというふうには思わなかったですか。それは何回も思いました。でも話すことができなかったというのはどうしてなんでしょうか。もうその警察署で僕が何を話したのかも覚えてないぐらい、僕は警察署では、まあ、5、6時間か、まあ、それ以上いたとは思うんですけど、そんなにもいたのにかかわらず僕何も覚えてないぐらい本当にパニクっていたので、まあ、その時は全然そこまで頭が回らなかったです。本当に確かに富田選手の話を聞いていると、もうあっという間にことがどんどん悪化していったという中で何も対処できなかったというような印象を受けるんですけれども、まあ、他の記者からの質問があるように、一番後悔している場所というのはどこだったかなというのをちょっと聞きたいんですけれども、改めて。まあ、何度も言いますけど、カメラを入れられたときにその場で返しておけばよかったと思います。あともう一点なんですけれども、今回この弁明書の中で、寺村選手だったり正崎選手がアリバイの、まあ、証言をしてくれていると思うんですけれども、まあ、これまでの期間かなり大会終わってからも長い期間あったと思うんですが、その間に他の上日本代表の選手たちから何かこう連絡であったり励ましの言葉というのはありましたか。はい、今朝もいろんな方から LINE やメールなどもらって、本当に競泳日本代表は大好きです。誰からもらったメッセージが一番印象に残ってますか。件に関して、ご両親、お父さんお母さんは富田さんに対して何というふうにおっしゃってますか。まあ、今日頑張ったでっていうのは言われました。今回の事件そのものについてはどうでしょうか。弁明書とかも作るときもすごい協力的だったので、僕はすごい嬉しかったです。何か声はかけられてますでしょうか。家帰っても僕は部屋にずっと閉じこもっているので特に喋ることないです。
食事をしたりというのはご両親と一緒にしたりは。夜はの方はたまにしています。その時にこの件のことについて話にはなりません。僕が弁護士事務所以外であまりそういう話をしたくないので、特に僕は何も答えてないです。そうすると気を使ってくれているという感じなんですか。いや、あの両親の方からよく聞かれますけど、特に僕が何も答えてない状況です。あの時間少し延ばしますから、時間少し延ばしますから、この記者会見、本当に彼は全てお話をお答えできるつもりでいますから。中日新聞の鈴木と申します。例えばこのリオデジャネイロオリンピックについては、まあ、難しいというお話をされていましたけれども、水連側としては、消費期間は16年の3月までなんですが、その半年前には会議を申請できるということで、水連としては一応3回の、選考会3回の道を残してたという認識だと思うんですけれども、それを踏まえてですね、それまあ、もし難しいと思われるにしてもです、ね、今後、競技生活をどういうふうに続けていきたいか、まあ、所属先がなくなってしまって、練習環境というのは難しくなってくると思うんですけれども、もし何か次の目標を見つけるとしたら、どういう形で、どういう環境で続けていきたいかということをお願いします。その水連が言っていることが、文章で家に届いて活躍されているわけではないので、まだ分からないですし。僕はもともとアメリカで練習していて、その中でもきっちりと生活をしていたので、今、給料なしでアメリカでやっていくってことは難しいと思います。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ちょっとマイク回してみます。すいません、NHK の今井と申します。水連が処分案をまとめた後の2週間の不服申し立て期間についてお聞きしたいんですが、その期間にやはりなぜ申し立てをしなかったか、当然先ほど弁明書にも富田選手の口からも信頼されている上野委員長も常務理事で水連にいらっしゃいますし、その水連に対してもなぜ不服申し立てをしなかったかというのを聞かせていただけますか。僕が一番最初に弁護士事務所に行った時に富田先生にも水連に対して異議申し立てをしなければこの会見でもみんなに真実を知ってもらうことはできないとしか言われたんですけど、僕の中で本当に上野先生、平井先生は彼の精神状態もあるので、ちょっとカメラ、ゆっくりと考えてみて。すいません、ちょっと今、彼の心理状態も引っ込んでして、お願いしたいと思います。ちょっとゆっくり考えてみて。今のところ、肝心なところだと思うんで。平井先生、平井先生はすごい信頼しているので、それはしなかったです。逆に信頼しているからこそ不服申し立てをして理解してほしいというふうには思わなかったのかなと思うんですけれども、この辺りはどうだったんでしょうか。
言いましたですが、上田先生、平井先生を相手どういうことだと思いました。一言付け加えます。今の質問は誰もが考えることであり、私も聴取を受けたときは土井連に対して申し立てをすべきだというふうに言いました。しかし今日はやっぱり土井連に対して大変お世話になった、土井連のおかげでここまで自分が成長したという思いを強く強く持っています。その土井連と法的に争うという選択肢は彼はどうしても取れなかった、取りたくなかったということです。これは一つまたご理解いただきたいと思うんですね。そこで、それよりは犯罪の精神について韓国に主張しようということなんで、第三者が見れば空気も出し当然すべきだと思うかもしれませんが、彼の一つ水蓮に対してそれだけ思いはあった。ただ私が聞いた限りでは水蓮の方も本来は内々3分の2主張的官の3分の2を投下すれば許してもらえるという内々の話もあったように聞いています。しかし今回今回大事で再来年の3月31日まで主張停止ということになって、その面でも彼はショックを受けていることになります。その停止期間についてまだ書面来てないということですが、規定に解除を途中で申し出られるというのはあるということで、今後その解除の手続きにのっとってリオデジャネイロオリンピックを目指すということは今どう考えているんでしょうか。できたとしても練習してなければ意味ないですし、僕はアメリカが好きなわけでもなくて、アメリカにいるコーチが大好きで、そのコーチのところでやろうと思ってたんですけど、ここに今給料がないといけない状況なので、短くなっても続けることは難しいと思います。ありがとうございます。で一方でその自分はこういうことは言ってないと、例えばそのカメラに興味があったというようなことは言ってないとおっしゃって、その辺がちょっと覚えてらっしゃるところと覚えてらっしゃらないところで違いがあるなという印象を受けるんですが、これはどういうふうにな状況なんでしょうか。約6時間ぐらい拘束されたんですけど、実際取り調べっていうのは1時間ぐらいなんですけど、
その後はずっと出国停止命令を待っていたり、被害者の方が来て謝ったりしていた状況なので、実際取り調べっていうのは1時間ぐらいしか行われてなかったんですけど、その中で弁護士さんに頑張ってもらって言われたことが、ここに弁明書に書いてある2つぐらいしか思い出すことができなかったです。はい、どうぞ。あのゴミだと思ったと最初あの当時は思われて、それはもう全く違ったということは今から振り返るとあの思われると思うんですけど、今の時点でですね、どういう目的でそのカメラを入れられたとか、あのというふうにお考えなんですか。そのカメラを渡した人が何をしようとしてたのか僕にはちょっとわからないです。それについて毎日考えたりとかっていうことはあまりないですか。それを不思議なことだと思うんですけど、それを思うことはあまりないです。はい、どうぞ。栗田先生にお伺いしたいんですが、はい、まあ、防犯カメラの映像が非常に大きな証拠になると思うんですね。で今の話で言うと、まあ、両者の主張が真っ向から対立してるわけですよね。おっしゃる通りです。これに関しては栗田先生どういうご見解ですか。韓国も自白以外の補強証拠があるとすれば、その映像に映ってる手指等の芯だろうと思うんですね。しかし党の本人はそういうシーンを見せられていない、しかも自分はやったことがないというふうに言っているとすれば、その盗んだシーンというのは本当にあるのかないのか、もし弁護人とこれが日本で行われたとすれば、弁護士として当然捜査当局にその証拠の開示を求めますね。そして本当にあるかどうかということで結構感動するんですが、ですからできれば韓国側の捜査当局がね、私弁護人である私に見せてもいいというならば韓国行ってみたいと思います。ただ裁判以外のことで捜査当局が果たして証拠を開示してくれるかどうか、これはちょっとなかなか疑問だろうと思うんですけど、本当にじゃあ日本この問題で日本と韓国 の問題がさらに悪化しないために、じゃあきちんと明々白々な証拠がありますから弁護士さんどうぞ来てくださいというならば、もちろん日本に帰れるということは前提なんですけどね、私と富田君で一回見に行ってみたいと思います。韓国の警察はですね、第三者の存在はなく、ご本人自らレンズを外して入れたというふうに、一部、その詳細が映っていると。一方で富田選手は第三者だということなんですが、ということはその先生のお考えの中にも、そのあえてその部分をカットした可能性があるとかですね、韓国の警察側がそういった部分は終わりであると考えますか。彼の言葉を信じたとすれば、その可能性は大いにあるというふうに私は考えております。いいですか。韓国は明々白々なシーンが撮影されていると、そういう状況の中で彼はこの記者会見をやるということなんでね、もしこの記者会見の後に彼が誰が見ても明々白々な窃盗のシーンがあるということを公開したとすれば、彼は犯人の上乗りをするわけですよ。私がこの記者会見のギリギリまでね、彼に間違いないのか間違いないのかと確かめましたよ。だから彼は絶対に盗んではいないと、間違いない私は冤罪だと述べてる。だからギリギリまで考えてこの記者会見をやられた。だから私は彼を信じたいし、もう先ほど最初に戻りますけどね、動機は何なんですか。それからこういう 人目のつく場所でこんなカメラを盗む合理性、それではどう考えてるか。私はそんなことを考えるとね、彼の言ってる方が真実だと思えて仕方がないんです。富田選手はまだ見せられてない映像がもしあるんであれば、すべて映像は見たいというふうにお考えでしょうか。そうですね、はい、見たいですし、なぜそれを僕の取り調べの時に
見てくれなかったのかというのはすごい疑問になってます。一つ最後に確認なんですが、その映像を見させられたのはスマートフォンだったわけですか？例えばテレビモニターとかパソコンのモニターではなく、スマートフォンでし、まあこれは僕の予想ですけど、防犯カメラをスマートフォンのカメラで撮ったと思うんですけど、なのでそのちゃんとした映像をパソコンから取り入れてスマートフォンに入れたとかじゃなくて、はい、防犯カメラをスマートフォンで撮っていたので、すごい見にくかったですし、そのブレている感じも僕の中ではすごい印象を受けました。その中には動画もあったり静止画像もあったりしたわけでしょうか？動画はあったのは覚えてますけど、静止画があったのかは覚えてないです。ありがとうございます。はい、どうぞ。すみません、フジテレビのスターサンデーの清水です。この会見を通して、富田選手のご主張なさっていることは、まあ、十分理解した上で質問させていただきたいと思うんですけれども、第一報ではやはり韓国警察に認めてしまったというのがあるので、まあ、世間としては本当に富田選手がカメラを撮ったのか撮らないのかというのを、疑問に思っている方はいると思います。そこでちょっとあえて質問させていただきたいんですけれども、富田選手は過去に誰か人のものを取ったり盗んでしまったりしたことはありますか？韓国警察に認めたのは事実ですけど、 JOC の方に僕は弁明をする機会をもらえなかったので、 JOC の方に僕は取ったという言ったという事実はないです。また人のものを取ったりしたこともないです。ありがとうございます。なおとも前科前例がありませんから、その辺は誤解のないように、彼は日本の選手として競技を持って、プライドを持って試合に臨んでいるわけですから、ご理解ください。あとあ、よろしいですか？あ、どうぞ。はい、はい、どうぞ、今手を挙げてください。あ、どうぞ、はい。国田弁護士に、はい、国田選手の国田弁護士、どちらでも結構なんですけれども、弁明書の中に、弁明書の中に JOC と水連の方々にも事情を話した後、韓国の弁護士事務所の方に、大使館を実際紹介された弁護士事務所の方にその経緯を説明しに行ったとありますけれども、それはその後どうなっているというか、どういう扱いになっているという理解でよろしいでしょうか？日本に帰ってきてから、その後韓国の弁護士の先生では契約してないらしい。契約というのは韓国の弁護士にきちんとして着手金を払わなきゃいけないと、委任状を渡した、委任状を渡して契約をすれば韓国のその弁護士に判決書きが行く、届く。だから届いた時から1週間になるんですけど、正式の不服申し立てしなきゃいけないんですけども、ね、信じた契約をしていない、契約していないのは先ほど言ったように彼は非常に高額な着手金の請求があるからです。だから彼が言ったように今本当に解雇されて給料ももらえない、水田も組織もどこもバックアップされていない。つまりもしこれから戦うとすれば、富田個人、富田家として戦わなきゃいけない、非常に大きな負担なんで、これは今後また考えなきゃいけない、どうするか考えなきゃいけないんですけど、ね、ただ彼の無念さ、悔しさ、切なさは何という形でも話してやりたいという思いは弁明としてはあります。つまりはその JOC 水田がその韓国の弁護士に対して何かをその後、追加で調査してくださいとか、そういったものを手続きは行ってないということですか？全くありません。ある面で罰を進めたいと思うんですよね。早々に追放して、処分して、もう少しまあ、ここは弁護士の主観なんですけれども、 JOC の人も水連の方も帰国前にもう彼やってないと聞いてるわけですから、もう少し彼をかばってやれなかったかな、あるいはまたデサントの方も即解雇するんじゃなくて、まあ少し事情を聞いた上で会社として何か支援してやれなかったかなという思いはします。なんかもうとにかく早々に、とにかく首を切って早く日本へ帰らせてと。なら後になって、私もびっくりしましたよ。罰金立て替え請求なんて請求書を世間がこう言って、こんなことあるのかなと。私は普通の借金の立て替えなんともかく、罰金っていうのは本来本人が払うべきなんでね、ちょっと私は
これはあくまで弁護人としての感想なんですが、日本の代表するチームはここまでね、こういうことを起こしたらと言ってしまうのは大変寂しかった。すいません、ちょっと実産権でよろしいですか。すいません、ちょっと実産権でよろしいですか。すいません、先ほど 10時48分ではなくて11時48分だというふうに、まあ、韓国警察が、まあ、新たに言っているという話が先ほど出ましたけど、はい、でそのちょっと我々の取材でもそのように、まあ、韓国警察が言っているようなんですね。でそのちょっと詳細がまずあるんですけれども、その直前に、まあ、11時48分の前にですね、シャワー室からジャージ姿で、カバンを持って富田さんが出てきたということなんですけど、それはそういう時間帯でよろしいでしょうか。11時47分ごろ、シャワー室ではないので、シャワー室がどこにあるかちょっと分からないです。ああ、で、シャワー室の方からプールに出てきた、ジャージ姿でカバンを持っていた、これは大体その時間、そういう行動ということでよろしいですか。シャワー室ってどこにありますか。サブプールとメインプールをつなぐ通路の途中に更衣室がある、そこから出てきたんではないですか。いや、僕更衣室は使ってないので、そこから出てきたというのはないと思います。じゃあジャージ姿ではあったということですね。はい、はい、で、その後、電光掲示板のあたりで一回立ち止まったと。で、その後に、まあ、今回の件になったその台の上に、座ったということなんようなんですが、これはこういったような感じでした。その、まあ、ジャージ姿で出てきて電光掲示板の前で一回止まって、その後台に座ったと、そういうような動きをしたというご記憶は。電光掲示板に止まったという記憶は今には僕にはないです。はい、わかりました。で、その後にですね、ひな壇のところでその警察が言うにはカメラとレンズを分離してカバンに入れたということなんですが、これはないということですね。はい、はい、で、その後一回そのひな壇を離れて、改めて飛び込み&シンクロ用のプールのカメラ記者席のひな壇に座ったということなんですが、いうふうに言ってるんですけども、その、まあ、その、まあ、向こうが言ってるその、カメラをカバンに入れたということですね。もしかしたらその取り合いがあったという富田さんのおっしゃるところかもしれません。その後にもう一回別のところで座ったということはありました。ここでチームメイトに一緒に帰りませんかということを言われて一緒に帰りました。あ、じゃあそこは合ってるわけですね。で、その後、まあ、出て行ったということなんですけど、じゃあ その一連の動きは大体同じだということです。そうすると違うのは、そのカメラを取り合いになって無理やり入れられたのか、あるいは富田さんが自ら入れたのか、そこだけが食い違うというふうに考えております。はい、わかりました。レンズを外したということになれば、レンズの指紋が富田選手のレンズについておかしくないわけなんですけども、はい、ここの発表はレンズに富田選手の指紋がついてるということですか。それはないです。まあ、その話はちょっと あったともなかったともちょっと伝わってきてません。今の話で少しもうちょっと聞きたいんですが、富田選手はまあ仲間と最終的にはまあ体育館からの競技場から出ていきましたよね。しばらく仲間を待ってはいたんでしょうか。飛び込み用のプールとメインのプールの間の、まあ、少し段が高くなっている部分で、その端っこの方で富田選手がまあしばらく仲間を待っていたということが、まあ、警察の一つの主張でもあるんですが、はい、僕はその台の上に待って練習見ながらチームメイトを待っていました。その待ってた場所というのはその、まあ、記者席ではなくまた別の場所で待ってたということでよろしいですか。一旦離れます、記者席を離れて仲間を待つために飛び込み用のプールとメインプールの間の通路の、まあ、端っこの方で仲間を待っていたというふうに防犯カメラの映像では見て取れるということなんですが、すみません、ちょっと記憶にないです。まあ、仲間と何人と合流したか覚えていらっしゃいますか。チームメイト、チームメイトですか。1人です、はい、
人と、はい、そこで合流して競技場から協会場が出てきた、はい、ありがとうございます。でその時はもうバッグの中にカメラが入っていたという状態なわけですね、はい、合流した時は、はい、すいません、はい、すいません、あの日本選手団追放ですとか選手登録停止のタイミングなどで本当にお世話になった育ててきてくれた平井監督ですとかそういった方からかけられた言葉ってありましたか。まあ、上野先生も平井先生も僕のことを信じて頑張れよって言ってくれました。その監督や先生方も優しい気持ちをとなじませるような感覚に、すごい迷惑をかけたと思います。はい、どうぞ。マイクちょっと。毎日新聞の藤野と申します。富田さんにお伺いなんですが、現地の選手村本部で、事実を話したこの時は今日の会見と同じぐらい詳細な内容というのは伝えられているんですか。カメラをそのアジア系の男性に無理やり入れられたというような詳細なことは選手本部にまで伝えられたんでしょうか。まあ、服の緑色とかそういう細かい部分は言ってないですけど大まかには伝えました。その一部はもらったとかっていう報道もありましたけれども、そうではなく無理やり入れられたっていうことを伝えているわけです。そうですね、それもありますし、その韓国の弁護士事務所では僕がどこまでどこからどこまで歩いていって韓国警察にはどこの映像を見せられたのかということも全て話してきました。まあ、ちょっとおっしゃるように、人目につくところで、そういう、まあ、カメラを撮るというのが大変に合理だという主張はあるかと思うんですけども、逆にこのわざわざ人のカバンを捕まえて、カメラ、人のもの、他人のものをカバンに入れるということがもし事実としたら、まあ、トミタさんはちょっと理由は分からないとおっしゃったんですけども、ゲンゴさんはそれはどう、まあ、推論になっちゃうと思いますけども、どういう目的が考えられるか。ここからはあくまでも推論の位置を出ないんですが、日本選手団の誰かに何らかの罠を仕掛けたというのかな、落とし入れたというのか、そうとしか考えにくいんですね。カメラのレンズを外してわざわざ本体だけ入れたというところ、まあそれは多分バッグに入れるためにはカメラを外さない、レンズを外さないと入れないということも含めてですね、しかも気になるのはニヤッと素敵な笑いをしたというところなんか見ると、非常に何かこう日本選手団の、まあ、トリタ君たまたまその台座に座っていたということから、彼ということじゃなくて個人的に恨むということじゃなくて日本選手団に対しての何らかの嫌がらせをしたというのしか考えられません。これはまあ、まずついてください。皆さん確かにカメラの本体をいきなり第三者に入れるというのは私が最初聞いたって不自然思いだと思うんですけれども、だからといってじゃあ彼の言っていることを指定するかというと、やっぱそうもいけない。だから皆さん今日彼の記者さんの皆さんとの応対ってどう思ったんでしょうか。彼が嘘をついてですね、皆さんの前で明々白々な嘘をですね言ったという印象を持ちでしょうか。
私はさっきから彼の姿を見た限りでは、彼はですね、まだ言葉足らずではあるかもしれないけれども、一つ一つ真摯に答えたと思います。これを作り事や嘘でフィクションで皆さんの前に話すというのはあり得るでしょうか。で最後に私は弁護士として言いたいことは、本当にまだ25歳、今選手として一番ピークの時期です。リオのオリンピックを目指して頑張ろうとしている時にですね、こういう事件に巻き込まれて、リオのオリンピックの道も遠くなってたら、彼にとってはそれで辛いことで、もしこれが冤罪だったら、やっぱり日本の中で一つの風を起こして、やっぱり韓国の捜査当局にまずはもう一回再捜査ということをできればなというふうに思っております。どうしても司法の場というならその手段も考えないわけではないんですが、まずはこの場所からですね、訴えていきたい。おそらく皆さんの中には内心また本当かな、どうも怪しいと思っている方もいるかもしれませんが、それは仕方がないと思うんですけれども、まだ信じられない部分もあるかもしれませんが、私は少なくともこの11日から今日まで彼らとほとんど毎日のように、しかも何時間もこれ皆さんの質問も予定しながら陳述書がある程度作ってきたものでなんで、かなりこう詳細に具体的に書いたわけで、少なくとも彼の供述は一貫してぶれていない。で、何ですか、それから述べていることが極めて具体的で臨場感があって、およそ経験したことでなければ語れないほどの具体性を持っている。私はそこであればこの話は十分信用されるなと思って、普通調べが先ほど言ったら1時間ぐらいしかなかった実質。通訳人を書いて1時間って言ったら、あんまりそう調べは深く突っ込んでないと思うんですね。私も外人係の検察官やっていましたから、やっぱり外国人の調べっていうのはどんな窃盗でもやっぱり3時間4時間かかるわけで、通訳人を書いて の調べなんで、1時間でよほど表面的な簡単な調書だけじゃないかというわけなんで、できれば本当に向こうの弁護活動できるなら向こうで法廷立ちたいぐらいなんですが、残念ながら日本の弁護士は韓国の法廷立てませんので、韓国の先生にお願いするかもしれませんけれども、いずれにしてもこの25歳の若者が冤罪だとこうやって皆さんの前で大きく叫んでるわけですから、それを一つずつ受け止めていただいてですね、皆さんの中で、どういう気にされるか分かりませんけども、日本の方々にもぜひ彼の汚名を晴らしていただければなというふうに思っています。TBS テレビ悪の私のものなんですけれども、本来であれば、これだけ今日報道陣が集まっておりますが、水泳の結果を出して、これだけのカメラが集まるということは非常に名誉なことだと思うんですけれども、今回残念ながらそのカメラを盗んでしまったのではないかという疑惑で、これだけカメラが集まってしまったこと、今これだけ多くの数のカメラに囲まれていることについて、今の心境をお願いできますでしょうか。はい、韓国から帰ってきて、テレビとか見るんですけど、その中でニュースとかでもどうしてもやっぱりカメラに目が行ってしまうんですけど、このカメラに今日それ囲まれているので、すごい今はきつい状況です。記者会見をずっとこれまでやってきましたけれども、今実際に最後、ここまでいろんなお話を報道陣の方に話せたと思うんですけれども、実際今の感想はいかがでしょうか。真実は自分の中では話せたかなと思います。いきなりすみません、今回文田弁護士に弁護をお願いしようとした、理由は何だったんですか。僕が自分で調べて電話しました。それは何かどのように調べたんですか。了解しました、ありがとうございます。
みません、TBS の笠田さんのものなんですけど、今後の、直近の予定といいますか、今後どういった段階を踏んでいくか、例えば年内に何かを行動を起こすとかという予定ってありますか？9月、判決がいつ送られてくるかなんですが、2ヶ月から3ヶ月ということになると、11月の下旬頃か、あるいはまた12月の下旬頃に、名古屋の領事館を通して、韓国から判決が送られてくる。その時に、7日間、ちょっと短いですからね、やっとすればおそらく韓国の先生、弁護士の先生を頼んで、正式裁判の申し立てということの手続きを取ったとか、これは、先ほどから大変恐縮なんですが、やっぱりいろんな経済的なこともあるので、それも含めてもう少し、とにかく話をしていきたいと思っております。まあ、可能ならば、本当に正式裁判は申し立てをしたいと思っています。先ほど、ただしその条件により、富田君が言ったときに、必ずまた日本に帰れるという保証も必要なので、出国停止なんてなると、本当にこれはもっと。すいません、不足で、はい、この絵をちょっと示していただいて、はい、台座があった場所を示していただきます。富田さんでお隣さんにおっしゃいます。どこの台座でそれを起こったのか。はいはい、そこです、ね、それを実際指さしてもらっていいですか。台座の場所です。メインプールの、はい、メインプールの下、もう一回指さして止めてもらっていいですか。記者席がありますよね、はい、記者席とその横ってことですか。もう一回指さしたんです。そこで固定してもらっていいですか。台座の前まさにそこで奪われそうになったと。奪われそう。あ、ごめんなさい、台座で座っていて左手をガッと掴まれて、はい、バックの引き合いをした場所です、はい、それがその場所です。周りに人はいたんでした。僕の記憶ではいないです。じゃあ叫んでもすぐ駆けつけてくれるような人はいなかった。はい、ありがとうございます。すいません、場所こちらにもちょっと見せていただきます。あ、そうですか、はい。ちょっと、こちらか。もう一度見せさせていただきます。こちらに、はい。もう一回。お願いします。もう一度入れさせていただきます。こちらに、はい、もう一回よろしいですか。皆さん、人の方よろしいですか。あの荷物、こっちを取れてないんで。あ、そうですか、はい、じゃあちょっと作ってもらいます。バッグ、バッグ、バッグ、ボールが3つ、それから7個、キャップですね、これ。富田さん、その中には翌日着る、着用する水着は入っていたんですか。水着が、レース用水着は入ってないです。翌日着る 50m 用のやつはなかった。富田さん、カメラを、実物を用意しなかった理由はあるんですか。いや、実物は出してわかんないから、会に再現してもらって、まあ、こんなものかと思って。私持っていませんし、実物は。実物はじゃあ見ましたか。どっかの局で昨日リースしたというものを見せてもらいました。持ったりはされました。まあ若干これより軽いのだが、だいたい実物持てば実物。どうだか実物持って。実際それ重いんですか。同じ重さなんですか。彼の感覚で作ってもらって。すいません。はい、わかりました。ありがとうございます。だいたいどうなんでしょうか。プロのカメラがおられるから、どうなんでしょうか。同じものはありませんか。
キャノンの。これですか？あの、これですかと、大体同じですか？あ、すいません、ちょっと今撮影同じもんかもしれない。同じですもんね。で私は思ったんですけど、もっと形が変わったり重さで変形するかなと思ったんですけど、まあ、だから彼はあまり地域もあまりないという前提で彼にどんなものかだって一応のもの感覚で作ってもらったから、まあ、実際それ今それだということで、キャノンの ECS それで同じですね。そしたらこれだと思っていただければ。だからそれだってやっぱり外せばそんなに重いんじゃないですか、これに入れれば。そのカバンは当日持ってたものと同じです。同じものです。当日持ってたものです。はい、中身もカバン、はい、持っていた。それからあの再現写真のあの着てるのこのあれも、姿も当日一回ほぼ再現した。富田さん、韓国の捜査員の方たちは非常に、まあ、富田さんに対して同情的で、まあ、最後送り出すときに頑張ってくださいというふうに声をかけたと言ってるんですが、覚えていらっしゃいますか？頑張ってくださいって言ったのかはちょっと分かんないですけど、何か日本語で言ったのは覚えてます。今富田選手は韓国の警察に対してどのような感情をお持ちでいらっしゃいますか？まあ、再調査してもらえればいいかなと思います。特にこういう状況になったことに関しての、まあ、自分の真実の主張が通ってないわけですので、なんかやっぱり怒りの感情というものもあったりするんですか？いや、自分が認めなければこの噂になってなかったと思うので、自分が悪いです。すいません。富田さん、全く泳いでらっしゃらないんですか？プールに使ってませんか？もう、はい、1ヶ月以上泳いでないです。泳ぎたいというか、今一番したいことって何ですか？今は普通の生活して、まあ、友達とご飯食べに行ったりとかがしたいです。プール泳ごうとも全く今思ってないような状況ですか？個別の会見もしている要望も関係者からあったんですが、まあ、個別の会見に応じていると同じことを言ったり何度もしなきゃいけないので、まあ今記者会見は一応終わることにしまして、あとはまあ何か個別のことで質問があれば、またお答えしたい、この場でお答えしたいと思います。で一応4時までちょっと私も4時過ぎから大学に授業を持っているんですが、4時過ぎにはどうしてもやらなきゃいけないので、すみません。あと、とりあえず正式な記者会見ということでは、これで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。正式な記者会見はこれで終わりますので、あと個別にもう少しお聞きしたいということであれば、ここにもう事務所に帰っても何ですから、時間のロスですから、ここでいろいろとお話を受けながら4時までやりたいと思います。どうしてここまで彼らを引っ張って。